それじゃあカウント始めるぞ。ご用意、4、3、2、1、ゴやばいぜ。流れるようにスムーズだ。そうこれでそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。つまっているのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。気を出せて初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるって全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を向かって藤原が今後差は開いてないぞ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だ。救護尊敬学園は私の幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーと言ってこんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、めちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でぶち切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えよ。を通過、母船が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。ストーリー、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていってるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションなら
個性の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの？わかんねえよそんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東横線は全長25キロ近くに近いだろ。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦況は藤原なら十分チャンスがある。圭介、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急に背を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線に信彦が前だ。本当だ。よし、いいぞ。抑えてる。行け。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからないんだ。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にユイズのツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかしレールと車輪の鉄同士、ある程度の重量がない粘着力。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せ切れず粘着力を稼ぐ。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車の特徴。つまり東急五線系は上り勾配の普通に弱いってことか。無助手のアドバイスもこういうことだ。あるな。何や、神沢博楽果てしない。願い事を叶えてあげる。違うな。そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。